朗読の会の枝健二と申します。今日は参考人の皆さん本当にありがとうございます。未だ本当に拉致問題、被害者の皆さんの全員の帰国が実現をされてないということは、本当に私も含め与野党別なく政治家全体の責任だと思っております。特に家族会、救う会の皆さん活動をされて、今年が20年ということでございますが、20年前といえば1997年、橋本政権の時代でございまして、私は実は官邸の末席も怪我しておりました。当時確か橋本総理からも97年の2月でしたか、予算委員会の場で、これは北朝鮮の拉致の疑いが濃厚であるとしっかり捜査をし情報収集もしたいという答弁もさせていただきましたし、5月でしたか、警察庁の警備局長が初めて、北朝鮮拉致の疑いが濃厚であるという答弁もさせていただきました。そういう渦中にいたものとしてですね、私自身も個人的に大変責任も痛感をしておりますし、皆様方のこれまでのですね、本当にご苦労、ご心中を察するとあまりあるものがございます。その中でですね、私もその後、野党暮らしが長いものですから、なかなかこの事案の中身、政府の動向等々について詳細つまびらかではないんですけれども、その点でまずお伺いしたいんですけれども、被害者の皆さんの帰国がかなわないにしてもですね、私は政府は歴代政権はですね、それなりに表裏公式非公式いろんなパイプルート、そういったものを使ってですね、いろんな情報は収集していると思うんですよね。そういう中でですね、横田めぐみさん、田口八重子さん、松木かおるさん、それぞれのですね、いろんな動静や動向も一辺の情報でも欲しいというのが皆様の思いだと思いますね。そうした情報はですね、安倍総理なり拉致担当大臣なり外交当局なり、あるいは警察当局捜査当局からですね、何らかの形で逐次提供されているのかされてないのかということをですね、ちょっと私伺わせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。まず横田早紀江さん。横田さん、これただいまのご質問はですね、家族会にとっては一番大きなことなんです。本当に知りたいんです。どんなことでもいいですから、とにかく写真の一枚でもですね、今見たらもう分かりますからね、子供の写真だって声入ってたら分かります。でそういう具体的にこれ間違いないという形のものを何でもいいですから欲しいというのが家族会のみんなの思いでありますし、そういう日朝交渉というんですか、非常に難しい国との交渉ですから、あらゆることがやっぱり内密で行われないと なかなか物事がうまくいかないのかなっていうことで私たちは見ていてね思いますし、何も私たちはその細かいこと何も聞いておりませんので、ただ本当に聞かせてほしいという思いはもう誰もがみんな持ってて、一枚の写真でもいいですから、一声でもいいですから、お母さんお父さん元気だよって一声でもいいですから声を聞けば分かると思いますし、何らかの形で一人一人に教えていただきたいと私はいつも願っております。飯塚さん、では飯塚さん、これ今出ましたお話、私たちも相当関心を持っています。ところがですね、この例えば生存情報の調査とかっていうのは非常に公開できない性格があるということがどうも壁にありまして、これは政府筋、それから民間のボランティア関係の方々も含めて、あらゆるところで調査はしていますが、これが正式にこうだという確定的な情報は実は与えられておりません。しかしながらこういう話がたくさんあるよとか、こういう傾向が支配的ですよとか、その辺のニュアンス的な話はですね結構入ってくるんですね。ということはそれを私たちは信頼信用して、
その状況を、まあ、こちらとしては受け止めながら、まだ頑張ってんだなと、いついつ病院に入った、いついつ退院したなって、そこまで一応は非公式では入ってきてます。で、逆にですね、この人が亡くなったという情報はないんですね。ということは私たちは、まあ、希望的観測かもしれませんけれども、まだ生きて頑張ってんだなという、そういう受け止め方をしながら、あらゆることに、対応しております。斉藤参考人。はい、斉藤参考人。私こそ本当に何にもないんですね。ですから本当寂しい思いはしますけれど、まあ、政府、日本政府を信じて助け出していただくということをもう信念に持って私は動いておりますが、本当に残念だとは思いますけれど、本当に情報は皆さん欲しいと思っております。だけど、まあ、これができないのであればですね、すぐ再開できるようにやっていただきたいという願いで、これからも頑張っていきたいと思っております。先ほど荒木参考人も今漂着漂流されてきた、まあ、船員から徹底的に、まあ、写真も提示しながらね、被害者の皆さんの、情報収集をしろというご指摘もありました。西岡参考人からもですね、生存情報だけではなくて所在情報大事なんだというお話もありましたから、まあ、我々野党議員ができることは非常に限られておりますけれども、しっかりその点は安倍総理にしっかり指摘をしですね、やっていただくように。そして私は個別の機密いろいろありますよ、確かに。しかしそのご家族のですね、本当にご家族親族、個別のいろんな情報もしあればね、それはそれぞれの、まあ、秘匿をかけてそれぞれの方に提供するのは私は政府の義務だと思っておりますから、その点も申し上げたいと思います。時間もありませんけれども、飯塚参考人、ちょっとこれも安倍総理に対してね、しっかり指摘しなきゃいかんの、この2002年の時にもう少しね、北朝鮮に強く被害者、拉致被害者を返せと迫ってたら結果が違ってたんだというようなご指摘もありますし、西岡参考人も同じような指摘がございます。今後のためにですね、今一度それを振り返ってね、反省すべき点、教訓、安倍総理に指摘することございましたらですね、それぞれ一言ずつお伺いできれば幸いでございます。ではまず飯塚参考人。2002年の時は小泉総理でしたね。首脳会談確かに行われました。で、私はあれを総括してみて判断した考えは、あれは失敗だったと今でも思ってます。これが今まで拉致問題を解決すべく期間経過の中で唯一の大きな要素であったわけなんですが、あれによって拉致問題が全く切れてしまったんですね。まあ、確かに5人帰ってきましたけれども、その他は全部もういないという、向こうの確約を背負いながら日本へ帰ってきてます。まだまだたくさんいる被害者のことを何も言及がなかったという、この状況を私たちは、相当心配をしてですね、いたら案の定、それ以降何もこの拉致問題に対する情報から何から、進展しなかったと。ですから、まあ、先ほども出ましたように安倍総理が、キム・ジョンウンと会談したらどうかって話もありましたけども、これは簡単にはできないことっていうのは、その失敗例があったことを教訓にしてですね、まあ、あの時は、まあ、いろんな話がありました。多分外務省指導だとか、いう話もありましたけれども、単にそういう条件だけで日朝のいわゆる正常化を図ろうとかっていうのはまだまだ無理な状況だというふうに思います。したがってもし安倍総理が行くならば、その前段階の水面下のことも含めて、きちっとこう確約が取れるように、拉致被害者を返すんだという確約が取れる段階まで、進めておいて、その確認に行くと。
で即刻返すという段取りをしなければですね、安倍総理が何も白紙のまま、交渉するわけにはこれはもう論理的にも物理的にも全てから見て無理だなと思います。で、したがってそういう戦略をですね、私たちは分かりません。したがって、まあ、政府筋も当然含めてその辺の戦略をどう前回の失敗にならないように持っていくかということを考えながらやっていただきたいなと今思っています。ありがとうございます。次に西岡参考人。9月17日にですね、平壌でどんなことがあったのか蓮池薫さんに聞きました。朝からマンションで待たされていたと。昼に日本政府の関係者が来たと。蓮池さんはズボンをまくってですね、交通事故の怪我の跡を見せたと。小学生の時交通事故に遭っていたんですね。これが自分が蓮池薫である証拠だと。しかし外務省は事前に家族に何も調べていませんでしたので、外務省が家族に報告したのは蓮池薫を名乗る人になったということだけです。そして死亡の確認作業としてはウンギョンさんが出てきたんですが、ウンギョンさんはバドミントンのラケットを持ってきました。そのラケットを横田さんたちに見てもらって、めぐみさんが失踪した時のラケットなのかどうか確認しなければ次に行けなかったのでありますが、そのラケットを貸してもらうこともできなく写真も撮ってなかった。だからラケットがありましたという口頭での報告が18日の夕方なされたわけです。それなのに17日に死んだ、お亡くなりになりましたと断定形で家族にそれぞれにお話がありました。それで我々は外務省主導ではダメだということで、政府の中に外務省の外に拉致問題を担当する部署を作ってほしいとずっと要求していたのですが、それができたのが2006年第一次安倍政権の時であり、このような特別委員会ができたのもその後であります。つまり今3回目のチャンスが来ているという意味はもう一つですね。2002年の時は外務省主導で外交案件としてしか扱われてなかった。しかし今は担当大臣がいて、このような先生方の委員会があり、先生方が作ってくださった北朝鮮人権法があって、人権法には国家犯罪だと書いてある。こういう中で北朝鮮が今3回目追い込まれてきている。ここで勝てなかったら本当におしまいだ。しかしこれはもう今の体制は作ったんですから、ここでぜひ頑張っていただきたいと強く思っています。委員長、最後に97年当時橋本総理もいろんな水面下の交渉をされておられました。その過程において我々は97年当時でございますけれども、横田めぐみさんは確実に生きておられたと、そういう確信を持っていたということだけを最後申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。